金平梅。旦那様が私をお呼びに。待って、すぐに着替えます。こんなに早く謹慎が解けるなんて。そうね、私には落ち度はないんですもの。平次様が珍しく部屋を出てこられました。旦那様と大奥様がお呼びになったようです。まあ、もしや平次を領中所に会わせるつもりかしら。あ、奥様。平次様をお連れいたしました。平次。旦那様。ほら平次、お前に懐かしいお客様だ。平次ちゃん、見つけた。お兄ちゃまだよ。うん？何よ平次のやつ。最強様の縁者と知り合いだったの？世間とは狭いものだな。まさか領中所様がお前の成果と縁続きだったとは。まったくでしゅ。平次、積もる話もあるだろう。月女、主演の用意を。はい。どうした平次。おやおや、そんなに驚かせちゃったのか。ごめんね平次ちゃん。悪いお兄ちゃまだね。平次さん、住所様にお酒を。はい、どうぞ。ありがとう。こぼしちゃダメだよ。上手。上手だよ、平次ちゃん。それにしても大きくなったね、平次ちゃん。どうです、平次ちゃんの旦那様。少女の頃の平次ちゃんの話、聞きたくありませんか？それはぜひ。それは。心配しないで、平次ちゃん。旦那様に恥ずかしい話なんかしないから。なんだか平次の様子が変だわ。本当に幼い少女のよう。それ領中所と関係あるのかしら。もうだいぶ老けてまいりましたな。中所様、よろしければお泊まりになっていらしてください。何泊でもお好きなだけ。よろしいのですか？もちろんです。私とあなたは西京様を通しての義兄弟。何の気兼ねもいりません。むしろあなたを安宿に泊まらせる方が礼を欠きます。嬉しいですね。さすが義父が選んだ方だ。それではお言葉に甘えて。それではお部屋を用意いたしましたので。おお、大奥様、ありがとうございます。平次ちゃん、明日もいっぱいお話ししようね。おやすみ。あんなに必死に手を。平次さん、領中所に触れられるのがそんなにお嫌？これは
袖にお酒をこぼしてしまいましたの。まあ、お酒を。大好きなお兄ちゃまに再会して手が震えるほど嬉しかったの。ええ、そうですわ。失礼します。平次と領中将、絶対に何かあるわ。どうしてあの男が現れたの？私の行方は絶対にわからないはずだったのに。その上、私の聖火の援助だなんて、なんて大嘘を。領中将、私の最初の夫、そして領中将よりも忌まわしいのは、あの女。もしあの女が私を見つけたら、今度こそ殺される。大丈夫よ。だって私は今正門家の妻だもの。絶対に大丈夫。大丈夫なはずよ。今頃平次は部屋の窓を閉ざして明月も見ずに震えているわ。領中将、あの男は平次に何をしてくれるのかしら。楽しみだわ。正門家に現れたのは平次の縁者と偽った最初の夫、領中将。果たして彼の思惑は。それはまたの回で。出かけるときちゃんと用意していったつもりだけど大丈夫だったかな。ただいま、今戻ったよ。あ、怒ってる、めっちゃ怒ってる。その長いことを留守にしてごめんね。どうしても断れない仕事だったんだよ。でもまっすぐ帰ってきたんだよ。僕は君一筋なんだよ。くー、困ったぞ。どうしたら機嫌を直してくれるのかな。あ、そうだ、都でお土産を買ってきたんだよ。ほら、絹座布団、ふかふかだよ。反応あり。え？そっか、そうだったんだ。そんなに僕と一緒に旅に出たかったんだね。わかった、今度は二人で行こうね。どこにでも好きなところに背負って行ってあげるよ。それからその場所は彼女の定位置になりましたとさ。闇女子コミックを最後までご覧いただきありがとうございます。今回のお話いかがでした？感想をコメント欄に書いてくれると嬉しいな。チャンネル登録、高評価もいただけますととっても励みになりますわね、旦那様。皆様どうぞよろしくお願いします。